にちは。こんにちは。さあ今日はね、はい、優勝履正社、まあ、ちょっと時期遅れてるんですけど、うん、おめでとうございますというところで、まあおめでとうだよね、はい、おめでとうございます。ちょっとだいぶ遅れてるぞ。だいぶ遅れてます。ただまあ、うん、奥川君から、決勝でバックスクリーンのスリーランホームラン打った井上選手がね、うん、井上光大選手お外野、ね、がプロ志望届の提出を、うん、したという、ね、はい、しましたというところで、はい、はい、まあ甲子園で決勝で奥川からスリーラン打つっていうのはさ、はい、その辺の素質がないと絶対無理だよね。まあそうですよね、うん、それと、はい、あの大きな舞台でやっぱそうやって活躍できるっていうのはそれなりのものを持ってないと、うん、まあ例えばその実力だけではなくて、はい、やっぱそういう花だとかそういうものを持ってないと、まあやっぱなかなか離れ技ってできないよね。そうですね、確かに、うん、だからまあ、そういう意味ではプロ向きかもわからんね、はい、で履正社って、はい、山田哲人、あヤクルトの OB のね、はい、先輩がいるって、はい、やっぱいいよな。うん、確かに。やっぱある程度名門になってくるとさ、はい、いい選手がいるじゃない。そうですね。俺なんかはいつまでたっても、はい、主な OB プロ野球選手、はい、高木豊だから。あ、今でも、ね、今でも。もうこれお前ずっともう一世紀中続くんじゃないかっていうぐらい。確かに出てほしいですよね。いや出てほしいんだよ。でもこうやって、はい、ね、プロ志望を届けたっていうのは、あ、一番かな、一番最初に提出したのかな。まあでもニュースに上がってるぐらいなんで多分一番じゃないんですか。分かんないですけど、まあ、はい、まあでもちょっと見てみたいよね、早くね。確かにユニフォーム姿ね。あ、でも高校生ですもんね、まだ言うても。いや高校生だし、はい、まあ、たださアンダー18のさ、はい、試合もちょこちょこっと見る機会があったら見るようにしてるんだけどさ、はいはい、金属から木に変わるでしょ。あー、バットがね、あ、はい、だからその使い方もまだあんまり知らないよね。でも名門だ、はいはい、名門でプロを意識したし人間たちっていうのはおそらく練習の時でも合間で木を使ったりとかしてんのかなっていうような感じはするけど、はい、まあ、そのぐらいの努力はしてなきゃいけないとは思うけどね、うん、やっぱ高校でやっぱ金属バットじゃないですか。金属バットでめちゃくちゃバンバン打ってたけど、うん、プロ入って木に変わって全然打てなくなったっていう選手とかっています？いるいる。あ、やっぱ時間がかかるっていうことがある。あ、なるほど、はいはい、だからその弊害っていうのが、はい、もう例えば金属バットだったらバーンと当てればさ、はい、飛んでいくけど、で少々詰まろうが何しようが手は痛くないけど、はい、もうなんていうの、木で詰まり出すとさ、この上の手、はい、右だったら右手、はいはい、左だったら左手のもうここら辺がさ倍ぐらいに腫れ上がるんだよ。へえ。いやもう痛くて怖くてバット当たらなくなるよ、触れなくなるというか。そうなんですね、うん、でもそれを経てやっぱ芯で捉えようとする努力をするよね。あ、痛みを持って知るというかさ、はい、そうやってやっぱ成長していく。芯に捉えたら痛くはないんですか？全然痛くない。へえ。そりゃ金属よりも木で捉えた芯の打球の方が、はい、手の感触とかものすごく気持ちいいから。そうなんですね、うん、いやだから、はい、まあプロ志望を出したっていうことはもう木でおそらく合間で、はい、木で練習していくとは思うけどね、思うけど、でもその弊害を早く乗り越えないと早く活躍ができないな。あ、うん、でもやっぱり魅力のある選手がそうやって宣言をしてくれて、はい、いいよね。そうですね、まあ、大学行くっていうのも、はい、一つ その勉強にはなるけどね、はいはい、まあ、ピッチャーじゃないだけに俺ピッチャーは早く入ればいいと思うんだよ、うん、プロにで酷使しないし、はい、やっぱこう消耗品だし肩肘っていうのは、はい、ピッチャーはね、はい、うん、ただ野手ってさやっぱ精神的にも大人にならなきゃいけないし、はい、まあ、昨年 その大阪桐蔭の藤原、はい、根尾君、はいはい、とか入ったけどやっぱ壁に当たってるじゃん、うん、まあ、小園ぐらいじゃない、そうですね、パーンと出てきたっていうのは、まあ、村上もね1年目で
初打席初ホームランを打ってでもちょっと置いて2年目開花してるじゃん、はい、その甲子園で活躍したからすぐプロで活躍できるというふうには限らないし、まあ確かにそうですね、うん、だけどその壁の一つとして金属と木の違いがあるっていうことと、はい、やっぱ大人にならなきゃいけないより早く精神的にも、はい、まあ、やんちゃな子が入ってきて、ね、いきなりじゃあプロであらやったらっていうようなそんな甘い世界じゃない。じゃあどこを鍛えなきゃいけないかというと、はい、頭野球をより知るということ、はい、例えばここの打ち方をこういうふうにしたら打てるとか、はい、もう一つ一つ勉強感覚ではなかなか難しいものがある、うん、その感覚っていうのはすごく大事なんだよ、はい、でもよりその感覚をクリアにしながら結果を出していくっていうのはやっぱ頭が必要だよね、うんうん、そしたら楽にできるようになる。ここから上を使うとなるほど考え方で、はい、で大体その野球ってパターン化されてるから、はい、例えばランナー一塁にいる左バッターだったらバッテリーとも引っ張らせたくない一二塁間が大きく空いてる、はい、で引っ張らしてゴロのヒットだったら一三塁がピンチが広がるっていうのは、はい、守る側としてはもう考えてることだからそれに伴って配球もしてくるわけね、はい、でそしたらじゃあどこに来るかっていうのは頭に大体描けるようなそういう、まあ単純に言えばよそういう勉強をしてくれると楽に野球ができだすということだよね。それをもう力任せにまあ高校野球見てるとさそういう戦術戦略っていうよりもやっぱその選手の能力を最大限に発揮させてるっていうことなんだよ。でもその最大限に発揮できないのがプロの世界でさ、はい、やっぱ頭を使うとその最大限には発揮しなくてもある程度の技術でやっていけるっていう、うん、そっからそれをこう土台にだいたい4番とか3番とか5番、まあ、クリーンナップ打ってる人間は自由に打てっていう風な世界だから、はい、まあ、そこら辺を勝ち取るとそういうものが発揮できるようになるという。だからなかなか難しいんだよ。そうですね、うん、ピッチャーとかどうですか。大船渡の、 佐々木くんとか。まあできるとは思うけどでも160キロ投げたから勝てるっていうことは保証はできないよね、うんうん、まあそうですね。だから勝てる素材ではあるよ。やっぱ一番150キロの世界から160キロ飛ぶわけだからでもこれは常時160キロなのか、はい、ワンチャン160キロなのかじゃさあ別にスピードと勝負してるわけじゃないわけだから、はい、で勝負という勝ち負けで勝負をしてきてるからね、はい、そしたらじゃあ佐々木の最大の欠点は何かって言ったら仮によスタミナだったとしたら、はい、ずっと粘っときゃいいよね。そしたらだん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 球速が落ちてくると、はい、じゃあそこ捉えていこうっていうことにもなるし通用するよ。それもちろん逸材だよ160キロ投げられるっていうのは、はい、いやだけどそれが直結してじゃあすぐ勝てるかっていうとそんなに甘い世界では俺はないと思うね。うん、また逆にそうであってほしいよね。確かにね。そうですね、バンバン高校生から入ってきて160キロ投げるからってみんな打てませんね。いきなり15勝20勝されたんでさ今までなんかこう偉そうに語ってるやつの、はい、もうなんか根こそぎひっくり返されるみたいな感じだね。そうですね。まあプロってやっぱある程度厳しさ見せなきゃいけないし、はい、いやだから俺がキャンプ1年目の時、はい、大学でね、まあみんな知らないと思うけどその時のドラフト俺らのドラフト1位っていうのは広瀬慎太郎っていう左のピッチャーだったの、はい、野村克也さんの高校の後輩だったの、はい、まあ、確かに高校生では綺麗なまっすぐ投げるし良かったんだよ。でも元井さんが一言打席入る前に元井さんって俺のだいぶ先輩にいたんだけど、はい、その人が一言プロの厳しさを教えてくるわっつってバーンってホームラン打った簡単に打った。でも160キロ投げたら簡単じゃないよそれは。今のプロの選手でも、はい、いやだけどそのぐらいのものをやっぱ見せてほしいなと思うよね、うん、そしたらもっとじゃあ佐々木がどうしたらいいかとかそういうことをやっぱ考えさせるようにしないとダメだよね。だけどプロ表明嬉しいよね。ね、そうですね、うん、やっぱ引っ張りだこにならないですかね。やっぱどうだろうね。いやまあ外野手でしょ。まあそうですね、はい。
まあ、外野手も最近ドラフトに1位に上がってくるけど、我々の頃は外野手だってあんまり1位にならなかったんだよ。外野しかできないから。はいはいはい。内野手だったら外野手に持っていくっていうコンバートもあるんだし、はい、あるけども、だけど外野手が1位になるっていうことはあんまりなかったんだけどね。だけどやっぱりどこもやっぱピッチャーだよね最初はね。そうです。でも上位で消えるよ。あ、それは間違いなく消えると思う。そういう逸材で、星稜の奥川君と大船渡の佐々木君はもうすごいでしょうね。だあと石川ね。ああ、はいはいはい。東邦かなんか、はい、とか、まあ結構ピッチャーでもレベルの高いピッチャーいるし。そうですね。あとは社会人大学とか、はい、まあいろいろいるから、まあ上位ではかかると思うけど、外野手という意味ではどうなんやろなっていうは思うけどね。でも逸材であることは確かです。はい、ね、期待してます。